さあ、それではですね、2020年の、都立八王子東高校の問題解説していきます。大問の4番になります。大問の4番の問いの2番ですね。どんな問題なのかっていうのを先にちょっと言っておくと、三角形があって中点中点中点を取ってパコッと組み立てて四面体作ります。その四面体上にですね、点を打っていて、ああだこうだ考えていく問題で、前半後半に分かれていて、問いの1番で全然難しくないんですよ。問いの2番からですね、なかなかめんどくさい問題になりますね。解法が思い浮かばないことはないと思うんですけれども、思い浮かんでもそこから先の計算がまあなかなかめんどくさいというタイプの問題になっております。時間内に終わるのかなという感じはちょっとしちゃいますね。はい。で、これ動画の後半の方でですね、実はこういう変わった別解もありますよっていうのをお伝えしていきますので、それもね、もし興味があったら見ていただければなと思います。透明四面体とか等量四面体と呼ばれているタイプの問題になるので、もし興味があればね、ぜひぜひ見てみてください。さての、どんな問題になっているのか確認していきましょう。三角形 A0、A1、A2 っていうのがありまして、こいつが、二等辺三角形になってますね。これ10センチ、10センチで、12センチの二等辺三角形、中点を BCD としますよと。で、これらを組み立てていくと A0、A1、A2 全部重なって A になりますから、こんな四面体になりますよねって言ってるわけですね。さてと、これを踏まえた上でどんどんやっていきましょうと。まず問いの2、問いの2どういうふうになってるのか、 P っていうのを、BC 上に取るわけですね。 BC 上に取って、CP の長さが3というふうになってます。これ書いておこうかな、ここにな、CP が3センチですね。で、Q っていうのを CD 上になるんですけど、CQ も3センチ。ですので、どうかこの辺に Q っていうのと P っていうのがある。こんな状態を考えますよ、と。で、さらにですね、今度は、なんて書いてあるのかな。R 君が出てくるわけですね。R がですね、どういう点なのかっていうと、R が、よくわかんない点なわけですね。R がどっかにいる、よくわかんない点ですよっていうのがあって、結ぶと、どんな感じで結んでいくのかっていうと、こんな感じでも全部そのまま書いてしまう。PQ、QR、PR も書いて、で、CR も結ぶ。こうですか。こんな感じになっていってるわけですね。さあ、こんな感じで線を結んでいって、BQ も結ぶ。BQ も結ぶ。で、ここの、交点を E として、こんな感じになるわけですかね。ED も結んでるのかな。 ED も結ぶと、もう全然分かんなくなってるんですよね。もう図がものすごい複雑な図がこうやって出てきます。で、その上で三角形 PQR と PCR の面積が等しいと、三角形、もう書いとこうかな、三角形 PQR と三角形 PCR の面積が等しいときに、立体 AQDE の体積、立体 AQDE、 ここですか、これ実践でいけるのか、よいしょ、よいしょ、これの体積を求めてくださいっていう問題なわけですね。だからもうものすごい複雑で、この条件をですね、全部反映させていくのがかなり時間かかるんじゃないのかなと思います。ということでね、どっから話をつけていけばいいのかってところなんだけど、まずは底面をどこにして頂点をどこにするのかって話ですけど、BCD 上にね、三角形 QED っていうのがあるので、QED を底面と考えて、A を頂点っていうふうに考えるのが無難なんだろうなと。なので、一旦ですね、この三角形、こいつにですね、思いを馳せて、こいつの面積まずどうやって求めようかってことから考えていくわけですよ。で、そうすると、条件見ていくとさ、CP イコール CQ イコール3っていうふうになっていて、これ全部三角形 BCD 上で考えてるじゃないですか。だから BCD 上で素直に考えていきましょうっていうふうに考えていくと、もうこの BCD ってここの三角形なわけなんだけど、これってどういうふうになってるのかって、中点なんだから、これ長さ半分で CD が6、ここ6センチなわけさ。ね、で、DB がどうなるのか、ね、ここの長さってこの半分なわけだから、5センチ、5センチっていうふうになってるので、ここが5センチで、向こう側も5センチになってると、こういうふうな状況なわけですね。ちなみに、AC とかの長さはこれ5センチだし、AD の長さも5センチ、
AD の長さもここも5センチになっているが、 AB の長さだけはこれ6センチですね。6センチになっている、こういう四面体なわけですね。はい。で、この条件をそのまま反映させて書いていきたいので、BCD をこっち向きにちょっと書き直してみようか。BCD をね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ということで BCD 書き直したらどうなるのかっていうと、まあ、さっきここにあった三角形をくるっとひっくり返してニュンって拡大してるようなイメージだと思っておいてください。そうすると、よいしょ。なんかさっきと同じ三角形じゃねえかって思うかもしれないけどね。ちょっと手の名前が変わりまして、これが B さんで、C さんで D さんになりまして、長さが6センチで、5センチで、5センチになっていますよと、こういう状況なわけです。で、そうすると CQ、CP が3センチ、P は、3センチですから、どっかこの辺ですかね、こっち寄りですね。ここに3センチ分取らなきゃいけないので、まあ3で、2でって、こういうところに P があるわけですよ。じゃあ Q どこにあるの？ CQ3 センチだから、ちょうど Q っていうのはこれ CD の中点に当たるわけですね。 OK。 はい、ということなので三角形 PQR と三角形 PCR が同じになるんだけれども、今 P と R、 P と R が共通していて、 Q と C だけが違う状態なわけですよ。 Q と C だけが違う状態なわけですよ。ってことは R どこにあるのかなって考えていくと、PCR と PQR が等しくなるのであれば、これ当然平行になってるわけですよね。透析変形ですね。はい。透析変形についてもですね、確か動画があったような気がするので、そちらぜひ見てみてください。わかるかな？PQR の面積と PCR の面積が等しいということは、PR 共通しているので、C と Q がちょうど結んだ線が平行になっていると、底辺と平行になっているっていう状況が言えるはずですね。だから、平行なんだから、とりあえず R の場所も分かって、当然ここも2で、ここも3でっていう場所にあるわけですよ。さて、では、E がどこにあるのか、最終的に考えていきたい。QDE っていうのを考えていくために、E はどこにあるのかというと、E は BQ と PR の交点だったわけです。つまりちょうどここに E っていうのがいるわけですよ。OK。 はい、ですから ED っていうのを引いていくとどうなるのかというと、こういうふうになっていくわけなので、さあ俺たちが思いを馳せていた三角形 QDE っていうのはこういうふうな、構造になってたよねってことがわかるわけですよ。ここにいたわけです。ここにいたわけです。大変ですね。なので、一旦こいつの面積を求め、高さのことはとりあえず後から考えていきましょうよ。一旦じゃあこいつの面積どうやって求めるのかって話なんだけど、まあ求め方はいくつかあって、まあ僕だったらこういう風に出します。底辺かける高さかける2分の1ってやっても構わないんだけれども、これよくよく見てみるとさ、ここの長さ3でしょ？ここの長さって5でしょ？ 3 対4対5になってるはずだから、ここの高さって4なんですよ。ってことは何が言えるのかっていうと、この面積ってどうなるのかっていうと、 3×4×1/2 で出てくるわけじゃない。で、ここ対ここは何対何ですかって言ったら、これがちょうど2で3なんだから2対3って分かってるわけじゃないですか。だからここの面積対ここの面積ってちょうど分かる？ここ対ここって2対3になってるはずですよね。ここ斜辺が2対3なんだから、ちょうどこの斜辺からこうやって下ろしている、ここが2対3になったら、なんで面積も2対3だよねってことね。だからここの面積を求めてから5分の3倍してしまった方が早いと思うんですよ。ですからこの面積が三角形 QDE の面積は 3×4×1/2かける5分の3っていう風にすれば出てくるはずです。ということで、2、6、18。5分の18っていうのが、面積としてまず出てくるんじゃないのかなと思います。はい。じゃあその上でですね、あとは何をすればいいのかっていうと、この立体のですね、高さを考えなきゃいけないわけです。すなわち、A からですね、垂線を下ろした時にどうなるのかなっていうのを考えていく必要があるわけですね。そうするとどういうことがまず言えるのかっていうと、これさ、組み立てた後の立体っていうのをちょっと見ていただきたいんですけれども、これってちょうど A と Q と B を通る平面でスパッと半分になると対称になってますよね。わかりますか？まあ、組み立てた時のことを考えてもらえればわかると思うんだけど、ちょっとさ、図が、
ちっちゃいこの辺で書こうかな。もともと三角形 AAA っていうのがあって、中点中点中点とってこういうふうにこう組み立ててるわけなんだけど、組み立て終わったらさ、真上から見たらどういうふうに見えるのかっていうと、まあ、頂点がどっかこの辺にこう重なって重なって重なって、まあ、きっとこんな立体が見えてるはずじゃないですか。これをここの縦でスパッと切ってあげれば高さの仕組みが分かりそうな感じがするじゃん。なので何をすればいいのかっていうと、これを対称面で切ると、この立体を対称面で切るので A と Q、 Q と B、 A と B を結んだこの面でスパッと切ってあげましょう。いいですか。要はこの面に対して、この面の中にこの、ちょっと 見づらいからちょっとずらそうかな、立体の高さっていうのが現れてくるはずだから、いいですか。だからこの平面を抜き出して考えましょうと。そうするとどういうふうな平面になっているのかっていうと、 AB が6は OK ですね。 CQ の長さっていうのが今3になっているわけだから、またやっぱり3対4対5がいるので、ここの長さ4になるわけですね。同じくここ3になっているので3対4対5ですから、ここの長さも4になっていると。だから AQB っていうのはこれ446の二等辺三角形になってたわけですね。はい、ということでこの5分の18だけちょっと取っておいて、5分の18だけ面積は取っておいて、こっち側に行きましょう。よいしょ。はい、この黄色い三角形を抜き出しましょう。446です。446です。4、6というふうになっている三角形で、 A で Q で B になっていると。で4で6になっていて、俺たちが求めたいのは立体の高さ、これですね。この QB が乗っかっている平面に対して下ろしているこの高ささえ分かってしまえばいいわけです。じゃあこれどうやって求めるのかっていうと、まあ、面積2通りってするのが一番楽なのかなと思います。こっち側の垂線の長さっていうのが実はすぐ分かっちゃうわけですよ。なぜならばこれ44の二等辺三角形だから、ここの長さ3になるでしょ。なのでここの長さね、高さに当たる6を底辺にすると、ここの高さに当たる部分は4の2乗引く3の2乗で、7、だからルート7っていうふうになるわけですよ。ってことはこの三角形 AQB の面積を媒介にして考えると、ここにね今高さ H っていうのを捉えた場合、 4×H×1/2 でこの面積出るわけじゃん。 4×H×1/2 ね。でこれは別に 6×√7×1/2 でも出るわけですよ。これでも出るわけですよね。だからトントンで H を求めてあげると、 H イコール4分の6ルート7だから2分の3ルート7っていうふうに出るはずですね。はい、ですので高さが2分の3ルート7っていうふうに分かったわけですから、底面積かける高さかける3分の1ってやってしまえばおしまいのはずです。いきましょう。最終的には5分の18かける2分の3ルート7、かける3分の1っていうふうにやってみてください。計算するとどうなるかな。33消えて29消えるので5分の9ルート7っていうふうに出てくるはずです。立方センチメートルと、あれ5分の9ルート7、うん、大丈夫そうですね。はい、っていうふうに出てきますので、これが答えというふうになるわけで、だから高さを取ってあげるっていう時に大事になっていくのはこの対称面ですね。まあ、僕は勝手に対称面というのは鏡になっている面、ここでスパッと切ってあげてるわけです。ここに必ず高さ、この空間内の高さっていうのが出てくるはずなので、それをね考えていけば答え出たんだけど、まあやっぱり計算がめんどくさいですね。特にまあ最後のここの高さを出すタイミングは面積2通りっていうのを使わないとちょっと難しかったのかなと思います。で、まあ次の問題に行く前にですね、まあ、別解に当たるものっていうのをちょっと紹介をしようかなと思うんですが、結局ね、この問題って何が分かればよかったのかっていうと、全体の体積が求めて、全体体積分かってしまえば、ね、ここの要は三角形 BCD を底面として A を頂点とする立体体積が分かってしまえば、あとはここの底面積
の比が分かればいいわけじゃない。全体に対してこの底面積がどれぐらいなのか、例えば全体の面積に対して BCD に対してここの面積が面積3分の1になったら体積も3分の1になるわけじゃないですか。なので最終的にはね、この底面の面積比の問題に帰着できるんだけど、じゃあ全体の体積をどうやって求めるのかって話なわけです。で、全体の体積を求めるときにですね、まあ実はこういう方法があって、知っておくといいんだけど、知っておいたらできるんだけど、知らない人にはまあまず厳しいのかなと思います。というのも、このまずもともとあった三角形っていうのがどういうふうになってたのかっていうと、これ全部合同な三角形になってたんですよね。なぜならば、556、全部556になっている三角形だったわけじゃないですか。まあこういうふうな面、全部等しい面で出来上がっている四面体、透明四面体っていうんですね。っていうのがあって、まあ実を言うと、まあ三角形の中点、中点、中点を取って組み立てた図形がこういうふうになったりとかするわけです。で、これらをですね、組み立てた立体ってどういうふうに見れるのかっていうと、実はね、こういうふうにも見れたんですね。これは実を言うと、よいしょ。透明四面体はですね、一旦まず直方体を用意してあげて、直方体からですね、角を取ると実は透明四面体が出てくるんですね。どういうことなのかっていうと、この立体の中に潜んでいる、わあちょっと図が微妙やったな。一旦これ編集でパッと一瞬で書いてしまいますので少々お待ちくださいね。よいしょ。さあ、お待たせいたしました。こういうふうにですね、まあ、直方体書いてあげた後に、対角線を引いて、結んでっていうふうにやると、これですね、すべての面が合同になっている四面体が現れるんですね。難しいでしょう、これ。パッと見てすぐに、ああ、なるほどとはならないと思うんだよね。どういう状態なのかっていうと、まあ、これをさ、まあ、A、B、C なんていうふうに3辺置いておくと、結局ね、こう全ての辺、このなんかこの三角形を作っている辺の長さっていうのが、要はさ、 A と B で直角三角形の対角線になってるやつと、 A と C の直角三角形の対角線になってるやつと、 B と C の直角三角形の斜辺になってるやつとっていう風なもので全部構成されていってるので、全部の辺っていう全部の面が同じ三角形で構成されるわけですね。だからまず一旦出来上がったその四面体っていうのを直方体に埋め込んでしまうんですよ、無理やり。で、そうするとね、体積が簡単に出るわけです。なんでかというと、この直方体から角の三角錐、手前の三角錐、奥にも実は三角錐があるんだけれども、これらを3つ全部取ってあげればいいだけなのね。だから、どういうふうになるのかっていうと、まあ、直方体の体積が ABC なんだけど、例えばさ、ここにある、この立体、BC で挟まれた直角三角形を底面として A を高さとするような三角錐の体積ってどうなるのかっていうと、 B×C×2/A×3/1 ですから、 A×B×C の2分の1と3分の1かけてるから6分の1になるわけですよ。で、それが 1,2,3,4 つ、角が4つあるわけなので4つ分引くわけだから、結局まあ ABC でくくってあげると 1-6/4、すなわち 1-3/2 だから3分の1になるので、体積が3分の ABC になるんですね。要は直方体のに入れてあげたら、直方体の体積の3分の1倍がこの四面体の体積だっていうふうになると。で、そうするとじゃあどうやって求めればいいのかって話なんだけど、まあ556っていう一辺の長さ全部分かってるので、どこでもいいんだけど、まあここ6にして、ここ6にして、5でっていうふうな感じで見ていってあげると、要はさ、これ A とこれはどこですかね、 B か、 A と B で作っている対角線は5になっていると。で、 A と C で作っている対角線も5になっているわけだから、 B と C 等しくなっているので、あ、結局これって二等辺になっているので、だから1対1対ルート2って考えれば、 B が3ルート2っていうふうに出てくると。で、 C も当然3ルート2っていうふうに出てくると。で、これが3ルート2って出てくると、もう難しいかな。5の2乗で25、引く18。だからこいつがルート7ですかね。A がルート7って出てくるので、結局は、この、四面体の体積、青い部分の体積っていうのが、3ルート2かける3ルート2かけるルート7、かける3分の1って出てくるんですね。っていう風にやって、
体積を求めてからさっき言ったね底面積の比で考えるっていう方法もあるんだけれども、まず思い浮かばないで、これ知らなきゃ無理だと思うんですよ。でこれ一躍有名になったのが、まあ、僕の記憶があってればですけど、1985年の確かね東大の後期試験、東京大学の後期試験の問題で多分ねこのタイプの問題あったんですよ。知ってりゃ15分ぐらい解ける問題がポンって出たんだけども、知らなかったら結構厳しい問題なのかなと思うんですよ。記憶が合ってるかどうかあれですけれども、まあ多分そんなものがあったと思うので、こういう技法を知っていればうまくいったのかなとは思いますが、あんまり計算量は僕は変わんないと思うので、先ほどね解説したように対象面を抜き出して高さを取るってやった方が、無難なんじゃなかろうかと思います。話が逸れてしまい大変失礼いたしました。最後の括弧の2番参りましょう。こちら行きます。さあラストの問題ですね。確認していきましょう。図、この図は CQ 対 QD が2対1、CQ 対 QD2 対1。だからまあ4センチで2センチのところにあるわけですね。っていう風になっている点 Q でございまして、点 P、等々はちょっとわかんない。P とか R よくわかんないよって言ってるわけです。わかんねんだけど、どういう風な条件になってるのかっていうと、AR プラス RC。AR プラスRC。C。ここか。AR プラス RC が最小になるようなところに R はいるからね。で、P っていうのも AP プラス PQ が最小になるところにいるからねっていうふうに言ってるわけですね。で、その上でこれらがそれぞれ最も小さくなるように P とか R を取りました。で、この時の三角形 QRS。PQ と CR の交点 S とした時の三角形 P、あ、三角形 QRS の面積を求めてくださいねって言ってるわけです。なので、これもやっぱりね、空間、やっぱりねって、あれですね、空間上の表面上の最短距離の問題ですから、展開図使って考えていけばいいんだけど、展開図はもともとあったわけじゃないですか。だからそれを使って考えていきましょう。こっちです。ちょっとね、向きが変わっちゃうんですけど、CQ 対 QD が2対1、CQ が2センチだ、QD が2センチだからと、この辺ですよね。この辺に Q があり、うん、問題ないね。で、P っていうのは BC 上にあると。P は BC 上にあるわけです。どっかこの辺に P があるわけですよ。で、A から P って P から Q までの長さが最短になるようにだから、P はどうなってるのかっていうと、こういう風に結んだ、ここにいるわけですね。P はここじゃと。いいですか。で、Q はどこにいるのかしら？あ、Q はここにいたんだ。R はどこにいるのかっていうと、R は A からR ってこの BD 上にあるんだけど、R 通って R から C まで行くときの最短距離だから、簡単に言えばこの平行四辺形 ABCD の対角線になってるわけですね。これが R っていう風になると。で、そうするとこの交点が S だよって言ってるわけだから、ターゲットとなる三角形はここですね。こいつの面積を求めてしまえばおしまいなわけですよ。いいですか。さあ、そうするとね、こいつの面積求めるのはそんなに難しくないんじゃないのかな。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。うん、うん、うん、いけそうだよね。はい、やっていきましょうか。比がどん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 分かっていきますので、それをうまく使って、考えていきましょう。そうすると、まず、ここ全部の長さが出ていて、まあ5センチとかさ、6センチとかっていうのが全部出ていたのは大丈夫ですよね。で、ここの高さに当たる部分がもともと4センチっていうのは前半の問題で与えられてたわけです。ですから、まあこの面積ってすぐ出せるわけですよね。こう 6×4×2分の1でここの面積出せる。出した後、今ここってさ、さっき俺対角線って言ったんだけれども、これ平行四辺形の対角線対角線になってるから、これ中点ですよね。だからさらにその面積を半分にしてしまう。で、ここで切ってもいいし、ここで切ってもいいんだけど、いずれにせよ S っていう場所だけが問題なのか。S っていうのが、RS 対 SC を何対何に分けるのかっていうのさえ分かってしまえば、おしまいなんじゃないですかね。さあ、そうするとどういうふうにね、S の場所を特定していくのかって話だけど、これは多少、思考がいるのかな。抜き出そうか。ここで抜き出します。ここでこうやって抜き出します。ここ抜き出します。ここの部分を抜き出しておくとどういうふうに見えてるのかっていうと、よいしょ、今 QC の長さが4センチって与えられていて、ここからここまでの長さ12センチですから、まあ、1対3ってことが言えるので、1対3の場所にここの S っていうのはいるわけですよ。いいですか。なので、ここの長さは全部でどうなってるのか、A から
シーマの長さ全体丸の4だっていうふうに見ることができるわけです。で今ここの R の場所が知りたいんだけど、 R の場所っていうのはさ、ちょうど S と A の真ん中の点だったわけですよ。だからここって2になるはずなので、ここ1になるよね。3から2引いて1ですよね。だから何が言えるのかっていうと、ちょうどこの RS と SC の長さも同じになってたわけです。ということはこういうふうにね、まあ、面積分割していけばどうなるのかっていうと、この面積を求めて半分にしたら、ここが出る。さらにそれを、こことここの長さ等しくって、ここが1対2になってるわけだから、ちょうど面積全部ここもここもここも全部同じになりますよね。言ってる意味わかるかな、ちょっと難しいかな。さ、ここの面積をちょっと 見づらいけどこれね、1ってするじゃん。本当に今これ S が RC の中点だから、ここも1じゃん。面積等しくなるからさ、底辺長さ等しいので、だからここ合わせて2だよね。で今ここの QC 対 DQ っていうのが2対1なんだから、ここが2だったらここが1になるはずでしょ。だからここも1になるはずなので、最終的にここの面積求めれば3分の1倍すれば出てくるよね。はい、なので最終的にどうすればいいのかっていうと、いくよ。三角形 QSC はまずはこの三角形求めよう。6×4×1/2 6×4×1/2 下に書いておこうか。これが三角形 BCD です。でそれをさらに半分にする、半分にしたら、半分にしたのが三角形 DRC DRC ですね。で最終的にそれを3分の1倍すればいいので、点点点で2ですかね。2平方センチメートルっていう風に出てくるはずです。よろしいですかね。はい、ということなので、最後の最後はね、平面図形の問題に落とし込めたので、まあ、S の場所さえ測定できれば、うまくいったんじゃないのかなと思います。だから、解法が思い浮かばないってことはあんまりなくって、計算がね、とにかく多くって、計算をどれだけ効率化できるのかっていうのが、ポイントになっていた問題なんじゃないのかなと思います。長くなりましたが、解説以上です。